ビア号って知ってる？知ってますよ。なんか最近なんか YouTube のチャンネルが人気な方ですよね。ビア号さん。なんだっけな、この間ね、誰だっけな。なんかシシロンだったかな、オマルンだったかな。最初偽物かと思ってた。つった。そう。なんか YouTube チャンネルができてるんですよ、今。しかもなんかすごいチャンネル登録が結構多いらしくて、そう。でそれを見て、なんか最初偽物だと思ってたって言ってた。確かにねって。なんかしかも VTuber の方にカテゴリーされてるらしくて。なんで VTuber なのって。VTuber じゃないでしょ。少なくとも。そう、登録者すごいらしいですよ。ゲーム配信始めるのかな？どうなんだろう？谷郷さんってどういうゲームするんだろう？気になるな。それはでもちょっと気になるかもしれない。どうなんだろう？なんの？どんなトークするんだろう？想像できないな。3D 化はまたなし。いる？それ。谷郷さんの 3D いる？なんだっけ？でも今日なんか好きなアニメかなんかのツイートしてましたよね。そう。なんで？と思って。急に話すじゃんと思って。びっくりした。急にどうしたん？急に何があったんと思って。しかも若干口をフランクなの、なんでと思って。そう。すごい面白かった。あれ。びっくりした。そう、急に字が持つじゃんと思って。いや、そう、面白かった。うん。谷号、自我を持つ。おめでとうボタじゃなかったんか。そう、まあ、いいことですよ。今まで自我がなかったみたい。今までほら、おめでとうボットだったから。ボット彼の卒業。そう、いいことですよ。ボットじゃないのはいいことだよ。